ロイリー役の阿部亜蘭です。本日はわざわざありがとうございます。今の気持ちはロケットを打ち上げる前の気持ちと、みんなに来てくださる皆さんにこの作品を見てもらう気持ちが重なってとてもワクワクしてます。以上です。作品の中でそれぞれ好きなところや見どころのシーンがありましたら教えてください。本当に全部好きなシーンで、一つ一つのシーンにもちろん意味があるんですけど、僕が好きなのはホーマーがロケットを飛ばすきっかけとなったスプートニクをみんなで、お父さんはちょっと帰っちゃいますけど他のところ行ってしまいますけど、みんなで見るシーンがあって、その場所は、役的にはきれいだけどなんだあれみたいな感じだと思ってるんですけど、すごい全員で一つのものを見て、そのステージ上のみんなの時が止まってるような感じがして、それをまた見に来てくださってくださる人とも、その一緒にその止まる時間が止まるのを共有したいなっていう思うシーンなんで、そこのシーンがすごく僕は個人的に好きです。